ブリタニー・スパニエルはフランスブルターニュ地方原産の中型の長寮犬。フランス語ではエパニュール・ブルトンという。ブリタニー・スパニエルの先祖はブルターニュ半島に存在していたスパニエル系の寮犬である。主にフラッシングとリトリービングを行っていた。17世紀の絵画には現在のブリタニー・スパニエルに似た姿の犬が確認される。19世紀に イギリスからもたらされたセッターやウェルシュスプリンガースパニエルとの交配によってブリタニースパニエルが作出されたイングリッシュセッターやイングリッシュポインターとの交配によるとの見解もあるこの種は20世紀初頭までにイノシツが低下し頭数も減ってほぼ絶滅したがアルチュールエノーという愛好家の手によって復活した多芸な上に良犬としては小型で使いやすく 成長も早いため、非常に人気が出て、1896年には、ショートテールドブリタニーという名で、小リンクに上がった。1907年に、フランスで、犬種標準が定められ、サイズ等のほか、タモであることが条件とされた。1954年に、国際畜犬連盟に公認登録された。1931年に、アメリカ合衆国に輸出されると、 ここでも急速に人気を得た。1934年には早くもアメリカンケネルクラブに公認犬種として認知され、1942年には犬種クラブが結成された。アメリカでは独自の改良もなされ、アメリカンケンネルクラブの標準はフランスや国際畜犬連盟の標準とやや異なるため、アメリカ史を別犬種としてアメリカンブリタニースパニエルと呼ぶ場合もある。また、 様々な役割を担い、フラッシングをするだけでないことから、スパニエルより、ポインターやセターの仲間に近いとして、アメリカンケネルクラブでは1982年に、犬名から、スパニエルを取り、ブリタニーが、登録名となった。フランスでは、現在も、最も人気のある犬種の一つで、毎年5000頭前後の登録がある。アメリカでは、両犬としてだけでなく、家庭犬としても人気がある。 一方、英国では1986年に初めて公認された。日本でも数頭飼育されていて、2009年度の国内登録等数順位は134位中109位であった。うずらを見つけて低姿勢をとるブリタニー・スパニエル・スパニエルタイプの猟犬とされるが、セッティングやフラッシング能力の高い狩猟犬としては、 むしろポインターの一種であり、犬なに、スパニエルを含めるのは不適切であるとする見解もある。本種は調料犬として多目的に使われる。主に軽いものは山しだが、キジ、岩シャコ、カモなども軽。優れた嗅覚を駆使して、それらを発見するとフラッシングをするが、訓練によってはセッティング、またはポインティングをさせることもできる。また獲物の回収もできる。 1907年に最初の犬種標準が作られた際には、体高50から 56cm とされたが、次第に小型化が進み、現在は48から 50cm を理想とし、体重は13から 18kg の中型犬。当初は先天的にタモであることが条件とされたが、1938年以降は断をしたものも認められるようになった。コートは、 滑らかなショートコートで胸、電部、尾などには塞げがある。毛色はオレンジホワイトが多数派である。犬種標準作成直後からブラックは認められていなかったが、フランスや国際畜犬連盟では1956年以降許可された。アメリカンケンネルクラブでは現在もブラックは認められず、ホワイト、オレンジ、レバーの組み合わせのみが認められている。 性格は陽気で人懐こく、まなな酒深い。子供や他の犬とも仲良くすることができる。運動量が多く、良犬としての炎を満たす刺激を必要とする。かかりやすい病気は股関節形成不全、口外裂、血友病などがある。ありがとうございます。